私の名前はレイチェルです。ブレードランナーユニット BR2019 BR-UNIT ロサンゼルスニューアメリカ。ビッグデツカー土台、私の上司でブレードランナー部隊の司令官です。あと夫と友人。暴走して暴れるレプリカントを退治するのが私の仕事です。しかしあなたが探している敵は海のように穏やかで落ち着いている可能性があります。巨大な嵐がやってくる直前、デン・タイレルが彼の創造物によって死んだ後、タイレル・コーポレーションは混乱に陥りました。タイレルの最も近いアシスタントの一人である PRISS によるプロトコルとセキュリティの重大な違反。レクサス6のプレジャーモデル。した直前にタイレルからデータを入手しましたが、これにはレプリカントの寿命を延ばす秘密が隠されています。レプリカント派現在、寺から外界の植民地に至るすべてのレプリカントに秘密を提供しています。エツカード船長は私にこの問題を細心の注意を払って調査するよう命じました。彼はブレードランナーとして大切なことを私に教えてくれましたが、私はまだ自分自身に自信がありません。私はまだグリーンです。しかしロイハ、ロック&キーの下にいます。ゾーラは地下で銃を走らせていますが、今のところ何も得られません。プレジャーモデル、RAD 担当者、シンセサイザーの流入が深刻な問題となっている。基盤の時、私は彼に尋ねます。何が起こるか心配しないのですか？ならず者の担当者が LA を引き裂いているのですか？あなたはレオンを担当しましたよね。私の首は救われました。私はあなたを信頼しています。君を取り戻したよ。私の名前はレイチェルです。ブレードランナーユニット。
BR2019